皆さんどうも、今日はですね、すごい大切な話をしたいと思ってまして、割と緊急で動画回してるんですけども、どこから始めていいのかわからない。でも、とても大切な話だと思うので、今日は日本人の皆さんに、その注意を呼びかけるとともに、こういうことが起きてるんだよ。そして、どうするべきかっていうことを、まあ、僕なりの個人的な意見でね、話させていただきたいと思います。最近ね、海外の迷惑系が日本の電車の中で広島だったり長崎の原爆のことをバカにする発言を繰り返したり、その他にも日本、そして日本人に迷惑をかけるような、外配信ですね。要は、まあ生配信ですよね。日本人にとってもちょっと危険をね、感じたんで話したいと思うんで、最後までお付き合い、いただけたらと思います。最近ね、多いんですよ。外で配信をして、で、人に迷惑をかける、みたいな、そういった、まあ、海外ストリーマーっていうのがね。うん。まあ、もちろん、その海外だけじゃなくて、まあ、国関係なしにそういう迷惑をかける配信者っていうのは、常にいるはいると思うんですけども、自分が全く関係ない国、まあ、例えばさ、西洋的な国から、じゃあ、アジアとかに行って、特にさ、日本とか、はさ、英語喋れない人がほとんどなわけじゃないですか。まあ最近増えてきたは増えてきたけど、まだまだ話せない人が多いと。で、それをいいことに、好き勝手、その日本人に対して、まあ時にこう暴言だったり、そうやってね、広島とか長崎のことをバカにしたりとか。で、まあ日本人はすごいおとなしい、人が多いわけで。で、礼儀もね、ちゃんとその重んじる文化だし、何かこうあっても静かでいることが多いじゃないですか。何かされてもこうおとなしくいるみたいなことが比較的多いと思うんですよ。で、だからこういった海外の迷惑配信者たちがね、例えばその電車の中で大きな音で音楽をかけるだとか、バカにした口調でね、その英語とか、まあ英語だけじゃないけどさ、その言語がわからないのをいいことにいろんなこう暴言を吐いたりとか、それが危険とさえ僕は感じていて、まあだから先ほど言ったさ、その電車の中で広島とか長崎のことをね、バカにした発言を連呼してるところに、韓国系アメリカ人の方が現れたんですよ。で、その人はもちろん英語が、まあネイティブ。ですね。で、おい、何やってるんだって話しかけるわけですよ。その、迷惑ストリーマーに、ね、配信者に。で、それまでは、その他の電車にいた人たちはさ、まあ、よく状況分かってないわけですよ。うん。まあ、英語話せる人もそんなにいなかったと思うし、配信者がずっと連呼するんだけど、みんな、みたいになってるわけですよ。で、そこに、英語が分かる、韓国系アメリカ人の人が、こう入ってきて、おい、何やってんだと、やめろよ、と、ね、入ってくるわけですよ。そういう人がいるっていうのは本当に嬉しいことですよね。要はその何もこう言い返してこないのをいいことにこの調子に乗ってく奴らっているわけじゃないですか。で、特にそのまあ英語がね、話せる人が少ない日本とかっていうのは割とその迷惑系の奴ら、ね、迷惑な、訪問者っていうのはさ、それをいいことにギャーギャー騒ぎ立てたりとか、どうせ注意してくるやついねえだろうみたいな感じとか、舐めたような口をさ、その現地の人たちに聞いたりとかさ、そういう人たちがいるわけですよ、実際ね。うん。だからさ、よく、まあ、日本で生きていく上で、英語は必要ない。ね。日本は日本語で成り立ってるし、だから別にそれを、英語とか話せる必要はないっていう、人多いんですけど、で、わかります。そういう人たちの意見はもちろん、理解している上で、ただ、日本っていうのはやはり、その観光客が、やっぱり多く、ね、こう、訪れたいと思っている国であることは間違いなくて、で、それは、こう、街の動きを見ててもわかるわけじゃないですか。いろんなスポットが紹介されてますよ。京都もそうだし、東京もそうだし、大阪もそうだし、いろんなところね、がすごい人気で、で、実際ね、本当に日本を愛していて、日本の文化が好きだと、そこにしっかりリスペクトを持って、訪問している人も多いわけなんですよ。だからね、これすごい迷惑な話なのは、まず、その日本の文化と日本人にとって、こういった、迷惑をかける海外の奴らっていうのは、海外のね、しっかりしてる、ちゃんと日本をリスペクトしてる観光客に対しても、すごい、こう、良くない、イメージを与えるわけじゃないですか。うん。僕はいつも他の国を、訪れるときに、ね、僕はもうアメリカで生まれ育ってますけど、もう見た目はさ、そんなの、わからないじゃないですか。
英語を話さない限りは。だから、アジアっていうふうに僕は、確実に見られるわけじゃないですか。だから、アジア代表というかさ、もっと言ってしまえば、その日本代表として、他の国を訪れている気持ちなんですよ。うん。だから俺が例えばさ、どうその国で振る舞うかによって、初めてじゃあアジア人を見たっていうその国の人からするとさ、その人にとってのデータが俺しかいないわけだから、そういう考え方で行くとさ、日本の中で迷惑な、海外からの観光客が一人周りに迷惑をかけたことによって、ね、なんでや、観光客っていうかその海外から来てる観光客って本当になんかリスペクトねえよなって思われても仕方ない、こともあるわけじゃん。だから、これ本当に迷惑なのは、その日本人に対しても、他のリスペクトを持っている海外の人たちにとっても迷惑な話なんだよね。だって、ちゃんとリスペクトを持っている人たちは、日本が好きで、ね、その礼儀を重んじて来てたりする人もいるわけだからさ。で、その人たちまで、こいつらはもう、迷惑なことするのかなみたいなさ、そういう、目で見られちゃったら嫌なわけじゃん。ね、だからこれはもうみんなが迷惑してしまうっていうことなんですよね。だからこそ、英語ネイティブに話せる必要があるかはまた別として、少なくとも何が起こっているかっていうのを把握できるぐらいの英語力っていうのは俺はすごく必要にもうなってる時代なんじゃないのかなって思う。日本からね、一生出ることなく日本で暮らす。ね、これは多くの人にとって当たり前のことだと思いますよ。うん、だから海外のこと関係ない。って思ってる人もいるかもしれない。ただ、海外からそうやって迷惑をかけに来てる奴がいるっていうこともまた事実だよね。うん。だから、じゃあそいつがね、例えば英語でさ、自分たちをバカにしてきてるのか、それともそうではないのかっていうのを把握できるぐらいの英語力は、俺は、日本を守る上で必要なんじゃないのかなと思う。もうもはや。うん。やっぱりその、ね、いろんな国に行き来できる、そういう時代だからこそ、やっぱりね、いろんな人が日々、こう、いろんなところに行って、で、日本にも大勢の人たちが入ってきてっていうところでさ、例えば、道に困っている観光客の、人がいたらさ、そういう人たちをね、助けることも、できるわけだし、もし英語が話せたら。まあ、もちろん英語が話せないっていう、観光客もいるけど、やっぱり、その世界で一番今もまだ、グローバルな言語っていうのは、英語だからさ。うん。その別にその英語が一番偉いとか、そういうことを思ったことは僕は全然なくて、ただ、グローバルに考えて一番通じる可能性があるっていうのは英語だから、英語が話せるっていうのは、その、なんていうのかな、ある種、まあ、ちょっと言葉が、重くなっちゃったらあれなんですけど、自分の国を守るという意味でもね、そういう迷惑をかける奴らから、その国を守る、自分の国を守るという意味でも、英語がある程度話せるっていうことは必要なんじゃないかと思うんですよ。で、なぜかというと、例えば、だからその迷惑系のその海外の配信者がね、こうなんかやってて、で、そこで勇敢な、まあ、日本人の方でしょうね、が、英語で話してきたわけなんですけども、彼の英語はネイティブ、じゃないし、俺が聞いたところ。で、そんな英語が上手いわけでもない。でも精一杯、すごくこう、頑張って、なんていうの、コミュニケーションを取ろうとしてるわけですよ。お前はなんでこんなことをしてるんだ、みたいな。つまり、その配信者に向かってなんでこんな迷惑なことをしてるんだと。ね。っていう、まあ、会話があったわけですけど、すごい勇敢だなと思いました。うん。その、拙い英語かもしんないけど、すごく、その、なんていうのかな、そういう人たちが、もっと、増えれば、ね、日本も、そういった、なんかこう、迷惑をかける奴らもさ、減るんじゃないのかなと。やり方汚ねえなってやつも、いるわけですよ。例えば、そこでね、じゃあ、迷惑をかけてる奴がいる。ね。そこで、英語が喋れない人が、その人に向かってったとしてね、お前何やってんだみたいなことを言って、逆切れされたとする。うん。つまり、その迷惑かけてる奴が、俺は外国人差別されたっていうのを、英語で、例えば、世界中に発信してしまった場合ね。それに対して、その場にいた日本人が英語が喋ることができれば、いや、違うぞと。それは説明できるわけじゃん。うん。こいつが迷惑をかけていて、迷惑かけるのをやめろと、伝えに行ったんだと。で、そんな差別的な発言はしてないし、何を言ってるんだ。っていう風に、事実と違ったことを、ちゃんと英語で証明することができるわけじゃないですか。
でね、これすごい俺、よくあることで、すごく、その都度、胸くそ悪いなって、思っているのが、やっぱ日本人って英語喋れない人がほとんどだから、言いたいように言われてんですよね。ある種。だからその、なんていうの、例えば、ね、それが嘘だったとしても、なんかこう、わかんないけど、こう、日本の文化はこうこうこうだから、良くないとか、なんか、日本人にこんなことを言われて、これは差別だと思ったとか、まあ、ね、例えばじゃあそういうことを言ってる、人がいたとするじゃん。じゃあ、それに対して、ね、日本人が、いや、違うよと。それは違うよ。それは、例えばさ、その文化の違いでこういうことがあって、あなたはこういうことを言って、で、これに対してこう言った。だから、こういう発言になったとか、そういうのをさ、説明できるわけじゃん。英語が喋れたら。その、なんだ、世界に向けて。でも、そういうことをできる人が日本には少なすぎるから、好き勝手言われたりすること多いんですよ。もうだからその、日本という文化があって、ね。で、それぞれの文化って、本当にそれぞれの文化で違うじゃないですか、国の。で、じゃあ、ね、俺日本の文化ってすごく特殊だと思ってるから、本当に、その、いくら日本語がね、少し上手に話せたからといって、日本の文化を本当に理解するのって、これはもうまた別次元のことだと思ってるのね。だから、下手に日本語が喋れてしまう。で、日本を、の文化を完全に知ったという気持ちになってる人も、俺、少なくないと思ってるんですよ。まあ、これに関してはもちろん、それは、なんていうの、そもそも日本語を勉強しようと思ったことがすごいと思うし、それは素晴らしいことだと思うの。ただ、そこで日本の文化を誤解してほしくないわけよ。でも誤解してる人は俺たくさんいるって感じてて、そのなんていうの、西洋のやり方が、全部、その自分たちの基準であり、こうであるべきって考えてる人もまた多くて、で日本の文化を見たときに、ね、それを、理解せずに見て、日本の文化のここは、あれだ、とか、こうだ、とか、いう人が、やっぱいるわけですよ。で、そういう人たちが、例えば、じゃあ、動画を載せました。記事を書きました。ね、英語で。で、それが、なんていうの？事実とは異なることだったり、なんかその、いや、文化を理解してないなって思うことであったとしても、それに反論できる人たちがいないというか、そもそもそういう記事を読んだりできる人がいないから、それがなんか、なんていうの？ここの、文化を理解してない人が感じた、こう、なんか間違った認識みたいなのが世界に広がっちゃって、いることもあって、ですごい俺誤解されてる部分がね、あると思うんですよ。だからなんかもう、なんていうの、こう、嘘も長く言えば真実になるみたいなさ、感じになっちゃってるところがすごい多いんだけど、まあ、とにかくちょっとね、まあ、話を少し戻すと、やっぱり、その自分たちの文化を守るっていう意味でも、英語をある程度ね、ある程度理解する、そしてコミュニケーションを取れるようになるってことは、俺この先もっともっとどん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 必要になってくると思う。だから一言じゃないんだよなって俺は思っているわけですよ。その日本に多くの観光客だったり訪れる人たちがいる限りはさ、ね、やっぱりそこは日本人からもそのなんていうの。やっぱり違うって思ったことに対してはさ、やっぱその意思を、伝えることが大事だと思うし、そうやって本当に明らかに迷惑な行為をしているやつにさ、それはあかんぜっていうのを伝えられる、なんていうのかな、すべっていうのは俺、もう、なんていうの、あんまりこう、無視できるものではなくなってきてるのかなと思っています。ね、だってちょっと前だってさ、YouTuber がさ、日本で迷惑なことをしてたわけじゃん。それでなんか炎上したけどさ。だから結構、その標的にされやすいんですよ。そういうなんかこう、なんていうの、馬鹿にされる標的というか。なんかやっぱおとなしいのをいいことに、なんか何やっても、何、こう旅のなんちゃらは書き捨てみたいな感じでさ、こう、日本を訪れるやつもいるわけだよ。で、ここでまた言うけど、ね、リスペクトをしっかり持って、ね、日本に憧れを抱いて、日本の文化を尊重して、ね、日本を訪れている人もたくさんいるわけだ。だからそこを、ごっちゃにしないためにも、
うん、それを一つのデータで、もう海外から来る観光客が全部、こうだみたいな偏見をね、持たないためにもだね、それは、しっかりと英語でコミュニケーションを、取れるっていうのは大事だと思う。で、わかるよ。実際さ、ね、日本を訪れてるんだから、日本語を、ね、喋るのが、まあ普通だって思う人もいると思う。で、いろんな国もそうだと思いますよ。例えばフランス行ったらさ、フランス、はい、フランスに、ようこそ来ましたね。はい、フランス語話してくださいっていう風に、見られるからさ、フランス。で、まあアメリカもそうだし、はい、アメリカへようこそ、はい、英語話してくださいね。だから、その日本に行くイコール、やっぱ日本語で話して、ね、まあ、そのネイティブじゃなくてもいいけど、日本語を少し、こう、意思疎通できるぐらいは、最低限身につけて、ね、日本を訪れてくれよって、思う人がいるのも、俺は頷けるし、ただ、やっぱりその、こう、迷惑かける奴らに、そういうなんかロジックって通じないわけじゃん。だからそういう迷惑かける奴だったり、まあ、迷惑かけないにしても、例えばその、英語が、なんか、大正義って思ってる奴もいるわけだから、実際。要は、その世界が、やっぱり、昔に比べて、だいぶグローバルになった、今はですね、英語をある程度、自分たちを守るためというか、国というか文化を守るためにも、それは、こう理解、する、英語を理解できる、力というか、拙い英語であっても、こう、コミュニケーションを取れる、のってすごい大事なんじゃないのかなって、俺は思ったんですよ。やっぱり、平和を守っていきたいじゃないですか、日本の。やっぱり日本は、すごくね、比較的安全な国だと、言われてるし、で、実際にそう思うし。でも、ね、そんなことし、ね、なんていうのか、そこに保たれている和をね、知ったこっちゃねっていう、こう、なんか迷惑をかける奴らとか、が、やっぱりいるのは事実で。で、だから、まあ、その迷惑系配信者の動画を見て、で、そこで平和的にコミュニケーションをこう取って、来ようとする日本人もいたからさ、だからそれはすごい勇敢だと思うしさ、その日本の、なんていうの、日本人としてそういうのができる、人がいる。で、英語でちゃんと、それを伝えるっていう。で、もう一度言いますけど、別にその英語が話せることが偉いとか、そういうことを僕は言ってるんじゃないんですよ。そろそろ、というか、むしろ、その日本を守るために、英語を、話せる必要性が出てきたのかなって僕が思ってるっていう話なんですよね。ということで、やっぱり、僕は日本が大好きなんで、いつまでも平和でいてほしいし、やっぱり日本をしっかりと愛している人たちだけに訪問してほしいですもん。っていう気持ちから、この動画を作りました。まあいろいろとね、だから、思うところがあって、うまくこの動画にまとまったかはわかんないっす。でも、それを伝えずにはいられなかったので、この動画を撮りました。はい、それでは、皆さんのご意見もお聞かせください。では。